2018プロ野球ドラフト会議生中継でお送りしております。東洋大学野球部前監督高橋昭雄さん、そしてミスターパーフェクト牧原寛美さんのお二方とお送りしております。さて、各球団入札が終わりました。あとは発表を待つのみということになります。高橋さんの教え子である東洋大学勢も、そうですね、神立ちゃんが、ね、一番チャンスだと思うんですけど、さあそれでは読み上げです。第一巡選択希望選手、東北楽天藤原京太。楽天藤原です。大阪桐蔭高校の藤原京太外野手。第一巡選択希望選手、阪神藤原京太。タイガースも藤原。大阪桐蔭高校、大阪桐蔭藤原、まず2球団から。第一巡選択希望選手、千葉ロッテ藤原。ロッテは公言通りに藤原です。従いまして3球団です。第一巡選択希望選手、中日根尾明。大阪桐蔭根尾明、ドラゴンズが指名しました。中日大阪桐蔭第1巡選択希望選手、オリックス小園海斗。報徳学園の内野手小園海斗を指名しました。オリックスです。第1巡選択希望選手、横浜 DeNA 小園海斗。ベイスターズ小園を指名しました。小園も競合となりました。抽選です。第一巡選択希望選手、北海道日本ハム根尾。ファイターズは根尾を指名しました。根尾も2球団目、競合抽選となります。第一巡選択希望選手、読売根尾明。原辰徳新監督、ジャイアンツ根尾明を指名しました。3球団目です。第一巡選択希望選手、福岡ソフトバンク小園海斗。ホークスも公言通りに報徳学園の小園を指名しました。3球団目となります。第一巡選択希望選手、東京ヤクルト根尾明。ヤクルト根尾明、根尾4球団目です。第一巡選択希望選手、埼玉西武松本。ライオンズは日本体育大学の松本渡投手を指名しました。第一巡選択希望選手、広島東洋小園海斗。カープ小園を指名しました。小園は4球団目。従いましてライオンズの日本体育大学松本渡投手が交渉権確定ということになります。そして根尾、小園、藤原の3人は競合しましたので抽選ということになります。松本渡投手はライオンズから交渉権確定ということになりました。そうですね、やっぱ大学では一番球速いんじゃないかな。30勝300奪三振、まあ、そういう意味ではやはりピッチャーをどうしても取りたかった西武ですよね、はい。今年の防御率も良くなかったですからね。そうですね、なんとかしてほしいというところで松本選手の指名ですよね、はい。さあそしてまず抽選ということになります。まずは藤原選手の交渉権をめぐります抽選です。藤原選手は楽天、阪神、ロッテ、そして3球団ですね。東北楽天は石井和久 GM、 タイガースは矢野明弘新監督、そして千葉ロッテは井口忠人監督です。さあまずは石井さん右できましたね。左手は今まで、ね、うん、ダメだっつって使ってきたので、抽選は右手でいくと。はい、右でいきますね。そのままお待ちください。そして阪神をお願いいたします。タイガース
矢野新監督です、まあ、右手でいきました。仕事になりますねこれね、はい、矢野新監督、うん、右手でくじを引きました。それからお待ちください、千葉ロッテお願いいたします。千葉ロッテ井口監督、さあ槙原さん、これは最後のくじになりましたが、はい、残り物にも福があるのかどうかというね、ええ、さあどうでしょう。大阪桐蔭高校、開けてください。藤原恭太選手の交渉権を取ったのは千葉ロッテです。先に公言していた千葉ロッテ、藤原外野手の交渉権を獲得しました。3球団競合の末、千葉ロッテの交渉権です。まあロッテも長打打てる選手が欲しかったというところでは、はい、ちょうどいい、それでは見事交渉権を獲得しました、ね、千葉ロッテ井口忠人監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。最後に残っていた1枚でしたね。いや、福がありましたね、はい、まあ熱心なファンからは絶対残ってるという声が飛んでましたが、いかがでした。いや、もうあの一言だと思います。ありがとうございます。まあ、最後に残り物を引くということは、自信はどうだったんでしょうか。そうですね、最後ですからね、選ぶ権利ないですから、まあ、その中で最後一つ本当に一番いいのが残ってたなと、感謝してます。まあ、しかしチームとしては早々とやはり1位指名でいくということを公言されていましたから、かなりやっぱりチームとしては必要な戦力だということですもんね。そうですね、うちのチームに、ベストマッチする選手だと思ってますし、まあ、これからマリンズと野球界を背負っていく、選手だと思ってますんで、スカウトの中で一番の評価でした、はい、ではいよいよこれから交渉がスタートするわけですが、大阪桐蔭の藤原選手に向けて井口監督から第一声をカメラに向かってお願いします。はい、マリンズで待ってますんで、一緒に戦っていきましょう。お願いします。見事に交渉権を獲得しました千葉ロッテマリンズの井口監督でした。おめでとうございました。3つの記事の中で、はい、最後に残っていたその記事は、そう、ファンから残ってるよとか言ってましたけどね。これより抽選に入ります。いやしかしいち早く北海道日本ハム、ね、指名を公言してました。なんか運持ってるね。オリンピックでも銀メダリストだしね、そういう点ではアマチュアの時から、はい、でも井口監督はあんなに興奮するの久々見ましたね。本当ですね、意外にそうなんですよね、はい、ロッテは10年間で7度抽選で当たっているという。さあ続いて大阪桐蔭根尾明選手の抽選です。4球団競合です。ドラゴンズ、ジャイアンツ、そしてファイターズ、スワローズ。さあ与田新監督が壇上に上がりました。そして日本ハムはもちろんこの人ですね。そうですね、木田 GM 補佐が今度また左手で引くんでしょうけれども、はい、どうでしょうか。原辰徳新監督、ジャイアンツ、そしてヤクルト小川淳二監督です。まず最初に与田新監督です。右手でいきました、はい、現役時代は剛速球ストッパー与田新監督です。そのままお待ちください。北海道日本ハムお願いいたします。ファイターズ、ま、去年清宮を引き当てた木田正夫 GM 補佐、迷いなく左手で引いています。お待ちください。さあジャイアンツ原辰徳新監督です。3度目の就任となります。3つ目のくじです。お待ちください。そして東京ヤクルトお願いいたします。最後のくじを引く小川淳二監督、東京ヤクルトスワローズ。大阪桐蔭高校、投打二刀流根尾明。根尾の交渉権は開けてください。中日か巨人か日本ハムかヤクルトか。ああ中日です。与田新監督が引きました。岐阜県出身の根尾にとっては地元と言えるでしょう。ドラゴンズがネオの交渉権を獲得しました。すごいね。ショートで相田というね、ショートいるんですけどね。そうですね。ショート出身の、はい、うん、ネオアキラ選手は中日で交渉権が獲得いたしました。牧原さん、小学校の時はドラゴンズジュニアにいたこともある、はい、あ、大変な感染の中ですが、見事交渉権を引き当てました。ドラゴンズ新監督の与田剛監督です。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、この会場からもそうですが、全国のファンからもやったという声も聞こえてるんじゃないですか。そうですね、一番プレッシャーを、かけられたのが
チーム関係者ですからね、絶対に外せないという思いがあったんですけども、本当にほっとしてます。4分の1、一番最初に引きましたけれども、どのあたり引いたんでしょうね。下から2番目だったと思います。そうですか、はい、かなり自信はありましたか。はい、ありました。まあ、やっぱりファンが期待するところでは投手なのか野手なのか、あるいは二刀流なのかというところなんですが、与田監督自身はどういう考えをお持ちですか。本人の意思をですね、やはり尊重したいという気持ちはあるんですけども、もうスーパースターのような選手なので、これから野球界を背負ってもらいたい、いろんな形で活躍してほしいと思います。新監督として最高のスタートじゃないですか。そうですね、本当にほっとしてます。はい、ではいよいよこれから交渉がスタートしていくわけですが、大阪桐蔭で彼は待ってます、はい、画面に向かって一言彼に声をかけてあげてください。ぜひドラゴンズのユニフォームを一日も早く着ていただいて活躍しましょう。待ってます。おめでとうございました。見事に交渉権獲得は中日ドラゴンズ与田監督でした。文字通り希望に満ちた門出となりました。新川ね、なんか順調にこう公言したチームがね、地元のチームが引くとか、はい、なんか面白いですね。4球団競合の末、大阪桐蔭根尾昂の交渉権を獲得したドラゴンズの与田新監督です。ガッツポーズですね。すごいですね。ここで下手すると二刀流もあるんじゃないですかね。本人のね、ピッチャー中日ね、ピッチャー欲しいだろうし、まあでもセリーグだとね、本当にあのバッティングできるか、そうですね、うん、さあ、ね、報徳学園の小園海斗選手です。各院と抽選箱の中に封筒をお願いいたします。オリックス、ソフトバンク、 DeNA、 そして広島。オリックスからお願いいたします。オリックスは西村則文新監督です。左手でいきます。そして DeNA は高田茂 GM がくじを引きます。右手で引きました。 GM としてのこれが最後の仕事になるという高田 GM です。お待ちください。福岡ソフトバンクお願いいたします。ソフトバンク工藤監督、右手でいきました。まあ、かつて工藤監督は2年続けてこの抽選を引き当てています。最後にカープは尾形監督が行きます。報徳学園のショート小園海斗、俊足高打の小園を引き当てるのはどのチームか。それでは開けてください。さあ報徳小園は天を仰いだ高田 GM、 そして尾形監督です。広島カープ報徳学園の小園内野手の交渉権を確定させました。広島カープです。尾形監督が引きました。やっぱ持ってますね、このカープも。これで野手がね、いい選手がまた揃いますね、世代的にもね。ではお話を伺ってまいりましょう。見事交渉権獲得、尾形浩一監督です。最後の最後に残っていた一枚でした。そうですね、今日の流れは残っているか最初かっていう流れだったんで、はい、やはり最後の最後で迷われての決断、小園選手に言ったんでしょうか、チームとしては。いえ、もうオーナーの方から第一声が絶対引いてこいとプレッシャーを受けてこの段に立ってます。いかがですか、引いてみて、引き当てた瞬間、あの交渉権獲得の文字をご覧になって。嬉しさよりもほっとしたのが一番です、はい、どんな選手に監督はなっていってほしい、どんな選手になると予想されてますか。もう3秒揃った選手ですから、もう本当にうちのぴったりの選手だと思うんで、将来の主力選手として期待してます。では報徳学園でこの放送を見ている小園選手に、監督から交渉としての第一歩声をかけてあげてください。会えるのを楽しみにしてます。はい、頑張っていきましょう。おめでとうございました。見事交渉権獲得は広島カープ尾形浩一監督でした。カープ小園、西武は松本、中日は根尾、そしてロッテは藤原と交渉権が決まりました。まだ8球団の1巡目が確定していません。プロ野球ドラフト会議サポーテッドバイリポビタンデー、この後も緊迫の抽選はあるのでしょうか。4球団の交渉権が確定しました。残る8球団が1巡目2度目の入札を終えています。まず金足農業吉田晃生投手ですが、
あの1回目の入札では一つもなかったんですね。これちょっと予想外と言いますかね、はい、まあ、野手の方に結構人気集まりましたね、はい、吉田輝星投手はこの2度目の入札となりましたが、名前は出るでしょうか。そしてこちらはジャイアンツ原新監督ですが、第一巡選択希望選手、さあ発表です。東北楽天辰巳亮介、楽天は立命館大学の辰巳外野手を指名しました。第一巡選択希望選手阪神辰巳、タイガースも同じく辰巳です。立命館大学2度目の入札、辰巳外野手も抽選ということになります。第一巡選択希望選手オリックス太田亮、オリックスは天理高校の太田亮選手です。高校通算31本のホームランという太田。第一巡選択希望選手横浜 DeNA 上茶谷大、ベイスターズは東洋大学の上茶谷投手を指名してきました。第一巡選択希望選手北海道日本ハム吉田、金足農業吉田輝星、ファイターズが指名しました。栗山監督指名です。第一巡選択希望選手読売辰巳亮介、ジャイアンツ辰巳、立命館大学辰巳は3球団目、立命館大学。第一巡選択希望選手福岡ソフトバンク辰巳亮介、ホークスも辰巳です。立命館大学4球団目です。第一巡選択希望選手東京ヤクルト上茶谷、スワローズ上茶谷、東洋大学上茶谷も抽選ということになりました。そうですね、太田選手はオリックスで、ヤクルトに原樹里がいますんでね、はい、そして吉田輝星投手は北海道日本ハム交渉権確定ということになります。はい、ちょっとホッとした表情が印象的でしたよね。はい、指名がやっと入ったぞっていう感じだったですけどね、いいチームに指名されたんじゃないかなと思いますけどね、というこの今年の甲子園では103年ぶりに秋田県勢としての夏の甲子園で決勝に進んだ金足農業。さあそれではまず抽選ということになります。その前にまず天理高校の太田亮選手も、オリックスが交渉権獲得ということになりました。太田選手はお父さんもプロ野球選手だったという親子だから、はい、ね、さあ立命館の辰巳亮介、辰巳亮介選手は抽選から行います。楽天石井和久 GM、 阪神矢野明弘新監督、巨人原辰徳新監督、そしてソフトバンク工藤公康監督です。まず石井 GM が引きます。2年前は牧原さん、佐々木千早投手がこの形でまあ5球団競合となったんですね。ありますね、だからまあ各球団とも思惑がだいぶね、はい、こう一致する部分もあるんですね。外れたらここに行こうというのがね、はい、中を少し覗き込みました。ジャイアンツ原新監督、そしてホークスの工藤監督です。まあ、総攻守揃った大学ナンバーワン外野手といわれる立命館大学の辰巳亮介、交渉権を引き当てるのはどのチームでしょうか。それでは開けてください。ドラフト1巡目2度目の入札、立命館辰巳亮介を引き当てたのは楽天です。石井和久 GM が引きました。現役時代投げた左腕ではなく、うん、右腕を使って引いた石井 GM です。そうですね、残りで1枚目、はい、残り1枚目ときましたね、流れがね、はい、辰巳亮介選手は東北楽天で交渉権が確定いたしました。東北楽天、辰巳亮介の交渉権を獲得しました。上茶谷投手も指名が大学生
ナンバーワンの、ねまあ、そうですね、即戦力というふうに見てよろしいですよね。平石監督も、ね、同じ関西リーグですから良かったんじゃないかな。なるほど、うん、彼のいいものを引き出してくれると思いますよ、はい。さあという石 GM も随分ほっとした表情ですね。いやそうですね、さあ東洋大学上茶谷投手です。ここは放送席の高橋さんも、ねええー、ヤクルトに当たってほしいんだけど、それはそういうこと言っちゃいませんか。DeNA は、まあ、右の先発ピッチャーという、まあそうですね、両チームともその先発ピッチャーはね、はい、欲しいっていうところはありますからね、お待ちください。ベイスターズは東京ヤクルトをお願いいたします。三原球団代表、そしてスワローズは小川監督が左手で引きました。さあどうでしょう、ベイスターズかそれともスワローズか。それでは東洋大学上茶谷、どちらか。あ、小川監督が髪を閉じました。そしてベイスターズ三原代表ガッツポーズ。東洋大学上茶谷、交渉権を獲得したのは横浜 DeNA ベイスターズです。よかったですね、とにかく右の先発投手というのはベイスターズの補強の一番の課題ですよ ね、いい戦力になってくれると思うけどな。改めて高橋さん、この上茶谷投手の魅力コントロールですね、はい、あもう低め低め、徹底してね、150キロ近く投げ込めるからね、本当に努力できる子だから、はい、ああいいとこ入りました。努力してコントロールをしっかり身につけてきたというタイプですか、はい、時間かかりましたけどね。そうですか、うん、ラミレス監督も少しほっとしたような表情を浮かべています。これで8球団が確定しました。残るは4球団ということになります。さあまだまだ甲斐の投手もいますし、それから梅津投手もいます。またぶつかるケースもありますもんね、これね。もちろんありえますね、はい、4球団ですから、まあ、ばらけていくのか、それとも、まあ、例年ですとね、はい、あのもう単独で指名する選手をさっと取っちゃうケースもありますけどね、チョークを避けるっていうのもありますけどね、そこもまたこの戦略ということになるわけですね。3度目の入札となる1巡目です、まあ、ですからここまで2つくじを外してしまっていると。まあそうですね、うまくいかないなっていうような表情がね、監督の方から推測する形になりますけど、ホークスは小園を最初に指名しました。スワローズは最初に根尾を指名しました。タイガースは藤原です。そしてジャイアンツは1回目に根尾を指名しています。さあ3度目の入札がほぼ済んだ様子です。テーブルの上にランプが灯りますと入札が済んだという知らせです。まあ、当然このスタッフの中で、まあ、こういう場合はどうするかというシミュレーションを経てますが、もう絶対にこれもやられてると思うんですけどね、ああさあどうでしょう、まもなく発表となります。さあ発表です。阪神近本浩二外野手、タイガースは大阪ガスの近本選手を指名しました。外野手です。第一巡選択希望選手、読売高橋優希投手、ジャイアンツ八戸学園学院大学のサウスポーですね、高橋優希投手。ピッチャーね、第一巡選択希望選手、福岡ソフトバンク海野博士、ホークス東洋大学海野投手です。一巡目で出ましたね、僕は阪神かなと思ってたんですけど。第一巡選択希望選手、東京ヤクルト、スワローズは清水昇投手、国学院の清水投手です、右投手ということで、これ4球団いずれも分かれましたので、交渉権は確定ということになります。ソフトバンクは甲斐野投手、そして東京ヤクルトは清水投手、そして巨人は高橋投手、そして阪神は近本選手と、
決まりました。まずこのジャイアンツ道の区のドクター K と言われますこの八戸学院大学の高橋投手ですが、そうですね、やっぱり三振も取れるピッチャーというところで、はい、非常に各チームとも左の先発もね、重宝されますからね、はい、そういう意味では育てていこうというところだと思いますよね。高校は東海大菅生高校ですね。あ、東海大関係ですか、はい、じゃ監督のところと一緒ですね。そしてタイガースは大阪ガス社会人の近本選手を指名してきました。まあ、社会人ナンバーワン野手と言われますが、都市対抗で MVP を取った近本選手ですが、俊足の外野手、意外に小柄なんですね、170センチなんですけど、俊足高打という感じはしますけどもね。関西学院大学の出身で一塁への到達が 3.9 秒という4秒切ってくる足があります。